針は佐柄木谷和歌、廊子あるいは佐柄木谷和歌、廊子は日本古代の豪族、聖は自家。日本初期巻き台なによると、日本穂高が捕虜にしていたエゾをノボノで解放して伊勢神宮に献上した、とある。このエゾたちは昼夜やかましく騒ぐようになり、礼儀もできていなかったので、山と姫命から出入り禁止にされてしまい、朝廷に侵入された。 ところが、今度は、三輪山の木を勝手に切ったり、隣里へ向かって大声を上げたりして、住民を動かすことになった。そこで、天皇は、エゾたちを中国に住まわすことはできないから、希望に応じて、被害に置くようにと命じ、ハリマ国、サヌキ国、イオ国、アキ国、アワ国へ向かわせた。巻、第十一には、イノメ県の再規部の人たちが、 摂津国張った部分の戸会屋のおじかを買って、仁徳天皇に献上してしまい、そのびしげで悲しい泣き声に舞を聞き入っていた天皇は仕方がないことだけれども、恨めしいことである。今後、皇居に再起部を近づけてはならないとおっしゃられ、再起部たちは秋国の停電というところに移り合させられた、ともある。これらの話は、再起部の人たちが朝廷より、 差別的待遇を受けてきたことを示している。これらの再起部の人たちは、各国の再起ただしが管理し、中央の再起連死と、持族的な関係を結んでいた、と言われている。ハリマ再起時下である兄若カ、農子は、ハリマ国へ下校した再起部を干渉する、友の宮津子の死ということになる。仁徳天皇40年、兄若カ、農子は、天皇の命で、 キビ・木本ン武と共に、早草分け王子と、面取り王女を追い、伊勢国の正代屋で二人を捕らえ、その場で殺した。その際に、命令に反して、オスと共に、面取り王女が身に着けていた玉を盗んだ。後に、新ー目祭りのあった十一月に、豊明世知へがあり、主演の席でそのことが、明らかになった。兄はか、農子は自白し、土地を献上して、死罪を免れた。 その土地は玉大と呼ばれた。彼だけが罪に問われ、オスのことが言及されていないのは、性を持っており、財産もあったからなのである。あるいはオスの方は玉を最初から自分のものにはしなかった可能性もある。同様の物語が古事記にもあり、こちらのお手は山辺を建てれんが率いたことになっている。命令の話はないが、 彼は死刑に処せられている。ありがとうございます。